お疲れ様でした。竹村さん。今日2回目の画角から画角へ駆け抜けるやつを見たな、もうやったね。先見たな。おいっす。はい、竹村さん、お疲れ様です。おい、はい、疲れ。一人ですね。一人やな。タブーな日々11ブーです。11ブー。はい、イレブーです。イレブー。イレブーです。はい。はい、打てる後ろ。今日も稽古でしたよ。そうですね。なんで今日俺だけなん。ちょっと、いろいろありまして、はい、竹村さんだけなんですけど、竹村さん今日社役発表されました。されましたね。A、僕の役、家庭教師の役です。家庭教師です。いや、もっと、何どこまで書いていいとか、なんかいろいろさじ加減あるんかなと思って、でもまさか家庭教師の役って書いてあるとは思わなかったから、あ、俺そこ、OK、任せてっていう感じかな。うん、家庭教師役です。家庭教師役です、はい、山本さんのですか。山本くんの。山本さんの。それは言っていいの。それは言っていいかも。そこは大丈夫だと思います。なんかそのさじ加減がちょっと分かんないんで、あ、まあ、どこまで言っていいかなと思って、そうですね。まあ、僕はあの何兆ピーこんな感じで。いや、全然分からん、はい、何の情報もないですけど。そう、何一人で寂しいですね。寂しいな。誰か、まあでもええで、誰か呼べないですか。いいよ、一人でも頑張るよ。あ、一人でいいですか、うん、今日さっき稽古の途中から、はい、あのデミグラスソースがかかったカツ食いてえなってずっと思ってて、うん、あの牛カツ屋さんが最近結構増えてきて、はい、牛カツめっちゃ美味しいね。牛カツ、あのなんていうの、黄身、あの、お出汁にこう黄身がパッて入ってるような牛カツのタレとか、めっちゃ美味しそうやろ。めっちゃ美味しそう。あとだからお塩とかでも食べるやつあるし。お腹すいた。そうだから途中からなんかなぜか牛カツが食べたくなった。そんな牛カツを食べたい仲間たちです。イエーイ。やばい、急に荷物下ろし出す。みんな山本さん、牛カツゾンビしっかりしています。山本、はい、さん今日山本君は、ね、たくさん喋ったからちょっとお疲れ気味ですね。はい、はい、あ、こまい、牛カツ食べたいなと思ってきました。こんなに牛カツのこと言ったらこんなに仲間が増えた。そうですね、最近入ってますね、牛カツ入ってるやろ。なんだ、サムギョプサルを日本で流行らした社長が、うん、流行らした牛カツを流行らしたらしい。マジ、めっちゃ流行らせやん。でもあんま俺それ信用ならんな。あれ、インフルエンザみたいなもん。だって牛カツの店いっぱいあるよ。ね、うん、だからちょっと、まあ、あの、いい感じで。なやこれ、なやこれ。なんか、あの、今日からあの質問バカを柏木さんが始めてるやんか。そうなんです。なんか、そうなんですよ。質問はじゃあるんですか。アンケートを実施しまして、あ、はい、そうです。まず一発目、記念すべき一発目の質問をこのお三方にしたいなと思います。嬉しい。嬉しい。はい、あ、たくさんの方からちょっと質問いただいてですね、ちょっと私の独断と偏見で選ぶんですけど、じゃあその前に竹村から、はい、あ、その前に、あ、なんだそれ、今までで一番言われて嬉しかったあだ名何？あだ名ですか、うん、あだ名考えて。一番までで一番言われて嬉しかったあだ名。神々や。一番嬉しかった。じゃあこれ今日の最後に聞きますからね、はい、考えておいてください。どうぞ。今日の質問はですね、はい、質問箱から、はい、一ついきますね。この出演者今3名の、はい、第一印象と今の印象をそれぞれ教えてほしいです。はい、誰からこの3人でとか、ね、そうそうそう、3人です、はい、ちょっとおもろいなこの3人。じゃあ俺からいこうか。あ、はい、これのじゃあ山本君の第一印象は、はい、あの僕が高校卒業した時にこうなんていうの、押し出されるようにこう高3から出た時に高1で入ってきた人間なんで、はい、いやその時はうわめっちゃできる子入ってきたやんけって思ったのが第一印象。すごい。で小林君は、はい、あの別の本番で一緒にしたんですけど、はい、とてもムードメーカーで、うん、例えばなんかその僕と劇場の菊池さんが割とわーって一緒にやる役だったんですけど、それにしっかりついてきて割とできる子やんっていうのが第一印象です。あ、素晴らしいお二人とも。で今の印象は、はい、あ、こいつ全然できひんなっていうのと、あとはあ、こいつはあのその本番の時ね、本番になっていきなりこうすごいミスを犯して菊池さんと一緒に大丈夫やでって言ったから、こいつできひんなっていう印象かな。それそのとおりでしょ。いや、4年前ぐらいでしょ。3年ですか。めっちゃ笑ってるもん。元気だった。できひんっていうのは喜ぶもんね。頼りになる2人ですかね、今は。あ、頼りになる2人、はい、右と左。あら、そんな感じかな。素晴らしい、素晴らしいですね。ともちゃんやん、ともちゃんやん、ともちゃんやほ。第一印象、俺ともみと会ったんて、俺どれがさっき。いきなりやな。ウミエルが最初。でもその後ね、割とね、ともみと共演が多くて、私みんなの知らないともみをいっぱい知ってね。そりゃ小判が嫉妬しちゃう。小学生ぐらい。ともみと一緒にこういう踊りをしてたもんだって、二人で。かわいい。素晴らしい。それ何？言ってる。一緒言われてる。そうです。だから、あとはともみとは、あの、いろいろ
あのロビー会というユニットを組んでいたりとかいろいろと2人でやってます。カズオ、なるほど。ともちゃんごめんね、急に。あの今ちょっと質問箱でいただいた質問で、あのこの出演者、まあ、今4人になったけど、はい、第一印象と今の印象はっていうのを聞いてるんです。じゃあ今俺で終わっちゃってんねん。そう、だからその前にともちゃん配役発表昨日されて、はい、何役？萌え役です。萌え役です。ヒロインやで。萌えの主役？主役、ヒロイン、家庭教師え、すごい小林さんはまだ公開されてない。まだまだ。あ、そうや、小林さんはまだですね。現在公開可能な情報。そうなんです。ということを言いたかったんです。はい、はい、はい。質問戻りましょうか。第一印象。第一印象。第一印象な。竹村さんはもうあんま変わんないです、第一印象。あ、ほんま。はい、そう、竹村さん、初めて会った時に、稽古場にあの靴やけど5本指に分かれてる靴履いてたの、昔。あれ履いてはって、はいはいはい、それが第一印象。え、ちょっと。山本さんもそんな、そんな変わらへんかな。あの山本さんの時の背中でビョンビョン跳ねるやつあるじゃないですか、うん、あれやってるの見て、あ、痛そうって思った。印象ないね、その印象は。トモミはしっかり、なんか初めて見たのが舞台上やったの、トモミ。あ、すごい、なんかすごい人だな。あんま変わってない。あ、でも変わった、いましたね。何が？なんか身近になった。次行きまーす。そういうの望んでるかな。あ、僕ですか。やっぱり竹村さんは、うん、その僕は高校生から見た大、うん、高1から見た大学1回生やから、やっぱ大人の人と思いながら、うんうん、大人の人、大人の人やって思って。今ガキとかな。今はそのまあ大人の人です。変わってる。一緒や。一緒やった。ちょっと、まあ、どうぞ。ホバーって最初にやったらいつや。いつやろうな。ホバーってタイミング。どれや？え？ ABC かな。でも ABC か。うん。じゃあ、はい。あ、だからまあだからそのあいい人。はい。いい人そう。もう次行こう。次行こう。ともちゃんはヘルニアで苦しんでる姿を見せつけてやった。何それ？いやもう印象とか。印象ちゃいますやん。どう思われてんのか分かんねえなかって。すげえ。ちょっとじゃあもう満を持してともみに聞こう。満を持して。来ていきなりやけど。でも。ヘルニアだよ。そうやと思うねん。あれ印象持ってるわ。で、竹村さんは優しい人やな。イエーイ。いやこれ、あ、そう、優しそうな、優しい人やなっていう第一印象。そうそう、5番は？5番さんは怖い人やな。あら、5番やん。ちょっと見た目がチャラい兄ちゃんやなっていうので、あ、そうなの。でも今は？今は普通の。普通です。普通です。いやいや、普通です。ガクー、はい、普通です。普通でした。いやー、受け付けすごいね。こんな感じでじゃあ質問答えていくやな、これから。そうですね、はい、はい、またあの出演者の質問リレーもやっていきたいなと思ってるので、うん、なのでちょっと竹原さん、今日の質問、いや、さっきの次の人に回しますか。次の人に回すし、すっと答えてよ。はい、なんすか。やばい、忘れてる忘れてる。僕はね、高校時に言われたのは、あのボンジョビ。いいね、かっこいい。It's my life。 本当はね、一番嬉しいやつはちょっと言えないやつなんですけど、え、あの今ちゃんと言えるやつは足早お、これこれこれ好きな、あ、これ。トモミ一番言われて嬉しかったあだ名。嬉しかったあだ名、うん、嬉しかったあだ名はトモチンでした。トモチン、いたのトモ。あ、ね、あ、ちょっとその時、はい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 、ボンジョビは同じ友人で呼ばれる。ボンジョビやばいな。ちなみに柏木は？私ですか？うん、私、嬉しい、嬉しい頭なかった。なかった。じゃあ次回の人にもそれは聞いていただいて。切な、はい。その時もぜひ柏木に質問をしてもらえたら。ええ、そうなんです。私毎回答えなあかんねやなって。心が傷ついたあだ名聞いたよ。やっぱやめましょう、それ。誰も救われて楽しくなれへん。そんな感じでいい。じゃあ次の人たちの質問も、一番までで一番嬉しかったあだ名お聞けばいいですかね。明日も紹介されるもんね。そうです。はい、はい、明日は誰が紹介されるのか、はい、お楽しみにということで、はい、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。